いやー、さすがにな、フリーミッションだけでは終われんよな。かといって多分まだこのローレンツの外伝17レベル、おそらく語れへんのちゃうかな。多分プラス3レベルやから多分相手20レベルやろ。じゃあ15行きましょうか。行きますか。いや怖い。いや順調、まだまだ行くわよ。オッケー、とうとう本番行きましょう。ローレンツ、ローレンツのクエストをこすといいアイテムが、魔法の射程が伸びるアイテムがもらえるから、こいつは絶対に行きたい。さあ来ました。じゃあ早速サイコロ回していきましょう。はい、6、2、4、6、7、7は大丈夫だと信じたい、信じたいよ私。さあ8人選びましょう。カスパル、コンスタンツェ、ドロテア、シルバー、マリアンヌ、イグナーツ、レオニー、アネット。さあ今度は職業からいきましょう。まずはカスパルからいきます。はい、修道士。あー、カスパルのパワーが、カスパルのパワーが。次コンスタンツェいきます。アーマーナイトあったかな、ない。もう一回アーマーナイトない、アーチャーない、兵士。次はドロテアいきます。修道士いいよ。あ、でも修道士確かマスターしてなかったかな。シルバーいきます。ヘミ&貴族。次マリアンヌいきます。メイジあったかな、マリアンヌにメイジなんかないよな。次もう一回いきます。戦士。次レオニーいきます。ソシアルナイトありません。はい、アーチャーはあったかな、ありません。盗賊、盗賊はあったかな、傭兵でした、残念。もう一回アーチャーない、兵士。次イグナーツいきます。ブリガンドあったかな、ブリガンドなんかアーチャーしかないよな、ありません。もう一回いきます。盗賊ありません、アーマナイトありません、ブリガンドありません、アーマナイトありません、盗賊ありません。剣士しつこいな。次アネットいきます。明治しかないからもう一回、ヘヘミー&貴族は嫌だ。よし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 、じゃあ準備もできたからそろそろ行ってみましょうか。ごめんな、ちょっと実況撮りすぎて声がちょっと枯れてんねんけど。ごめんな、元気はめっちゃあんねん。5回転といてな。さあここの面はめっちゃ難しいから、私でも相当気使わないと勝てないよこれ。とにかく敵の数が、あ、ルナティック。敵の数多すぎやろ、ちょっと待って。あかん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 、なにこれ、あれ思ってるよりもずっと多い。レオニー、コンスタンツェ、シルバンがアタックできるメンバーだから、この3人を前に置いて戦わないといけない。で今回はこう配置して計略、距離関係なしに反撃できる、5ターンの間反撃できる計略を使って、少しずつ少しずつ相手の戦力を削らないと多分勝てない。いいよ、基本的に遠距離タイプのキャラから倒していかへんといつまでたっても終わらないから。おい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 、いきなりダメージを受けるね。いやー、すごい数の敵が動いてくるね。食らってても回避立てはやめたらあかんから、このまま回避し続けて、ペガサスナイトの射程があるから1人離さなあかんな。なら応援入れて位置変えて局者の棒弓で OK、 遠距離キャラは倒さなあかんからな。さあおいで、いいぞ。うわー、避けられた。でもしょうがないしょうがない。うわ、避けられた、マジかー。いいよ、頑張ってコンスタンツ、あんたが一番回避率高いからな。いいぞ、痛い、くわー、大ダメージ。うわー、すごい移動してくるねー。でも固まれば固まるほど計略の思うツボだから、勇者の弓で倒す。よかったよかった、71倍だから当たらんかと思った。あー、いいいいいい、この辺で計略絶対使わないとダメだから 100% 安心して攻撃できる。これで
この範囲の敵動けなくなったから、こいつやな、こいつを倒したい。いや、ここはこの状態でも回避立ては絶対崩したあかんから、回復入れる。次は多分左側のメンバーが動いてきてもおかしくないから、ローレンズたちをちょっと右に移動させましょう。お、無理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 、こいつらは無視無視無視、そんな暇はありません。いいよ、頑張って反撃で倒していかないとちょっと手数が足りなさすぎる。守備上がったんは偉すぎる。いいいいいいよいいよいいよ、回避だけはやめてあかんからな。いい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 ぞいいぞいいぞ、痛い痛え、まずい、よかった、ナイスナイスナイス、危ない、いいぞいいぞいいぞ、レベル上げてけ。あーでも今から来んのか。そう、馬はな再行動ができてしまうから射程外に逃げられてしまうのよな。だから早めにちょっと倒したいのよな。だからまず私どけるで、マリアンヌでここ倒すで、あと遠距離1人だからこいつ倒せば大丈夫。計略を使いたいからドロテアで、応援します。でそれで計略が当たるようになってほしい。当たってくれ、頼む、当たってくれ。よっしゃー、よし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 、これはそのまま攻撃しても倒せる。オッケー、さあクレーン難品する。123、うーはー、ジャッジー。いや、瞑想で HP 獲得しよっかで、回避立てして、ここも回避立て、はいはい、うわー、2回とも受けてどないすんねー。はいはい、いいよ、さあレベル上げてけ。おお、いいいいいい、両成長避けて、ナイス、よし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 、危なかった、むっちゃ危なかった。なんでなんで、もっともっと上がってよ。持ち物で命中の指輪に変えて、勇者の弓で確実に仕留める。あー、チャッチー上がり方でも、でもまあしょうがないな、確かそうやった気がする、確かそうやった気がすると信じて行きましょう。前来る前来る、あ、いいよ、ナイス、よくやった。オッケー、ここまでは計算通り。71、あー、いや、7、局者の方がいいか、そやな、よし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 、あ、よかった、いてててててててた、待機。さあ問題はこのペガサス2体よ。コンスタンツが1回でも回避してくれたらいける、カスパルは大丈夫。問題はこっち、避けて、ナイス、偉すぎる、槍が壊れた、でもしょうがない、コンスタントが避けてくれたから、まずはここ倒すでしょ。これで耐えてもらえんかな。73、よし、そうやな、弓兵動か、弓兵だけやったら多分大丈夫なはずやから、倒すでしょ。オッケー、これで弓兵だけやろ。 17×4、 17、34、2耐える。だからこっちを倒せばいいから、そうよな、計略入れて足止めて、こっちは絶対倒さなダメ、弓兵は絶対倒さなあかん。なに、おっちゃん動いてくるんか、それは。おっと、まずいぞ、あ、倒しちゃダメ、倒しちゃダメ、当選もだけしといて、いいぞいいぞいいぞ、こいつ強い、ブリガンドうざい。アネットの応援入れるか、いやでもしょうがないな、ここは入れなきゃダメで、確実に弓兵倒す。弓兵倒したら下がれるようになるから、ひとまず下がる。 63×2、 マジで言ってる、頼む、避けてくれ、コンスタンス避けてくれ、いてぇ、痛い、ナイス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 、レオニーの方来てくれた、これはありがてぇ、しかも防御力も上がった、ありがてぇ。これでブリガンドは倒せるかもな、痛い、倒すしかない。さあここまではいい、おお、いいいい、素早さと力が上がった、優秀優秀。でもここ倒すしかなくて、つまりこうして避けて、ナイス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 、よしよしよし、こいつが前に来てくれたから大丈夫。そう、こっち、た
ゃダメよ。よし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 とりあえずここは削っていいから、命中率高いやつは削る。よし、これでコンスタントは大丈夫。あぶねー、よく避けた、よく避けた、偉い。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。あと一人いてー、ナイスシルマン、よくやった。いやー、きちいぞこれ、きちいぞきちいぞ。この弓兵がやばい。いや違うな、魔法兵か。勇者の弓なら倒せるから倒す。お、マスターした。速さプラス2、ありがたい。となるとリカバーで回復入れます。あ、ならここに立って瞑想して HP を回復しておけばどうか。これでどうだ、頼む、生き残ってくれ。よし、まず1。痛い。あ、マリアンヌに打った、マリアンヌに打った。これはでかい。うわ、あ、いやいや、いける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 、行きたい、生き残ったぞ。よし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 。あれ、警戒からこのターンまではセーフなんか。いやー、生き残ったぞ。あとは私がヘマしなければ OK。 連撃入れる。あとは並びすんだよ、並びすんだよ。234、あっ、ババ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 、いいよ、シルバーの力がめちゃくちゃ育ってきてるよ。さあ、勇者の弓で瀕死にする。 OK、 救出も5になった。これでちょっかいかける、ファイヤーで倒す。カズマル、 7P もあかんからな。 1,2,3、 まあ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 、いい、速さかかったならいいでしょう。よいしょー、よし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 。あー、よかったよかったよ、生き残れたよ。あれ、終わらん、あー、いや、このターンでいいんか。あぶねー、よかったよかったよ、なんとか勝てたよ。長かったマジ、長かった。これはでもあれやな、7ピンじゃなかったら多分これ負けてたな。いやー、終わったー。なんとか今回は無事にクリアできたー。間違いなくレオニーが MVP。 今回はここまで。あー、疲れた、マジで疲れた、むっちゃ気張ったわ、汗がすごい。じゃあ皆さん、今回無事に勝利することができて、ティルサスの杖をゲットできたから、こっから魔術師はちょっとだけ楽になる、ちょっとだけな。じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。面白かったらデインデーチャンネル登録と高評価を押していただけると、むちゃくちゃ私が嬉しがるのと、他の人の動画に私の動画が載る可能性が上がるので、どうかお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。